では次の演習3の4を解いてみてください。 D は対角線上のエントリーの逆の値になるわよね。すると M4 のこの部分は、こんなに綺麗で優秀で火の打ちどころなさそうな人なのに、なんで恋愛だ好きだのことになると途端にポンコツになるんだろう。そんなの私が言えることじゃないか。お疲れ様です、日村先輩。ありがとう。大変そうですね、ティーチングアシスタントって。私も来年日村先輩みたいにできるかな。そうだ、かなでちゃん。はい。私あなたのこと好きだわ。心理学者ルービンが作った恋愛尺度というものがあるの。恋愛的な感情を13の項目に分けたものよ。そして恋愛ではない行為を表すのが行為尺度。やっぱり私あなたが好きなのよ。かなでちゃんは知的だし、適応力も高くて人にも好かれやすいと思うし、信頼が置けて責任ある仕事も任せられるし、選挙があったらかなでちゃんに投票したいもの。これ告白じゃなくて権力者に媚びへつらう人の図？